教師なう梅は、中国のカトリック教会司教、数機教。カトリック、上海教区で、初の中国人司教であり、かつ三人目の中国人数機教である。別名を、京天赦といい、1901年8月2日に、中国のチャン水省松江深浅社長とお墓橋の、少なくとも五代続いたカトリックの家庭に生まれた。先例名は、イグナチオ。 イエズス会が創立したセイグナ中高学校で学び、1920年に19歳で神学校に入り、1930年5月28日に29歳で被災に除解された。前後して教育活動を担い、多くのカトリックの小学校や中学校の校長を担当した。1949年8月9日、ローマ教校庁から蘇州の司教に任命され、 10月7日、在華教皇大使であるアントニオ・リベリ、広塚ツ教により、司教除回を受けた。1950年7月15日には、上海、蘇州及び南京の三教区の司教を兼任し、司教座制度を上海市線南路の要う慶浜、聖ヨゼフ教会とし、カトリック、上海教区初の中国人司教となった。中国共産党が、 中国大陸で政権を掌握すると、バチカンの中国の教区に対する指導と連絡系統は断絶し、中国共産党政府が任命する組織である中国天主教愛国会が成立した。しかし、教師教は中国政府のカトリック教会に対する改造や浸透に抵抗した。投稿せず、退かず、裏切らずというレジオマリエの支部団体を組織して、 自ら指導し、レジオマリエのメンバーが中国政府に登録したり、レジオマリエから対談するのを阻止した。政府公認協会である中国天主教愛国会への参加を拒否し、見ず、聞かず、お言わずの処意、三不主義と生殖停止及び生態配慮金止等の手段で、上海のカトリック信者の愛国行動を抑えようとした。1955年9月8日には、 ハンタダヨシ、金路検討30人余りの司祭と300名、余りの信徒と共に、上海で逮捕され、投獄された。この迫害事件は、98事件、または9.8と呼ばれている。逮捕から数ヶ月後、彼は、自分が犯罪を犯したことを告白するよう、上海のドッグレース場の公開闘争に連れて行かれた。後ろに縛られ、 囚人服をまとった司教は何千人もの群衆の前で大るキリスト万歳、教皇万歳と大声で叫び群衆は大るキリスト万歳、死教万歳と答えたのですぐに車に連れ戻されその後政府は彼に対してあえて人民裁判をしようとはしなかった裁判官は彼に政府と協力して愛国教会の指導者となるように要求したが 私は、カトリックの司教である。もし、教皇から離れたら司教で亡くなるばかりでなく、神徒である資格すらない。あなたは、私の首を切り落とせても、決して私の信仰を奪うことはできないと答えて、協力を拒否した。1960年3月、彼は、教師ナバイ反ン革命グループの主犯という罪名で、無期懲役の判決を受け、終身の政治権利を剥奪され、 ひさげ、愛嬌監獄に監禁された。獄中では、約30年もの間、ミサは、愚か聖書を読むことすら禁じられた。教皇ヨハネ・パウロ2世は、1979年6月30日に、秘密裏に、なお獄中にあった、彼を、数奇教に任命した。これにより、前任のタケ氏の職務を引き継いで3人目の中国人数奇教となった。 このことは1991年5月29日に初めて公にされた。教師教は1985年7月に仮釈放され愛国会により軟禁、監視された。1988年1月、中国政府は国際世論の圧力に迫られて前倒しの釈放を宣告し、彼は体の自由を回復した。釈放後に、 マニラ大司教のハイメシン・スー・キ教が中国へ友好訪問した時に特別に上海で教司教への訪問を要求したが中国共産党はシン・スー・キ教と彼が単独で会見するのを望まなかったそこで宴席を設けて彼ら二人をテーブルの両端に座らせその間には官僚や愛国会の人間を二十名余り同席させて私的に会話できないようにした 宴会が終わろうとしたときに、神数気教は正解を祝うために各人が歌を歌うように提案した。教師教に出番が回ってきたとき、彼は大きな声のラテン語で、ツエスパトルースイスーパーハンクペトラムイーデファコボー、イクリーズムと歌い、30年余り監禁されたにも、かかわらず、教皇に対して忠誠を保ったことを示した。1988年には、 心臓病にかかり、渡米して治療を受ける許可を得て、その後はずっとアメリカに居住した。中華民国の婦人大学は1989年11月に名誉博士号をカトリック、公衆教区の遠い名大司教と共に教師なうめに送った。1991年6月28日に彼はローマに赴いて教皇ヨハネパウロ二世に面会し、教皇は彼に ビレッタボーを授けた。中国を離れてから彼の名前から命名した基金会を起こし、一貫して中国当局により大きな宗教における信仰の自由を人民に与えるように呼びかけた。このことにより、1998年6月、97歳の時には中華人民共和国のパスポートをニューヨークの中国総領事館に取り上げられた。遺願により、 東部時間の2000年3月12日午前3時5分にアメリカコネチカット州スタンフォードで逝去した98歳であったサンフランシスコ地区パルアルトのレーマンブイダン神父によれば遺言で中国で共産党がもはや権力の座にない時点で自分の亡骸を故郷の上海に改装するように要求したという2000年教皇庁は地下教会の反ダヨシを 上海教区の正規の司教及び南京教区市都座管理者、そして中国天主教地下司教団団長に任命した。しかし、中国政府の承認を獲得できず、年中監視を受けている。中国政府が承認した上海教区の正規の司教は、金路県で、初めは自分自身による選択で就任したため、教皇庁からは、承認を受けてはおらず、本人の申請により、 後にローマとの交流を獲得した。しかし、承認されたのは、上海教区の共同司教としてである。ありがとうございます。